ピッコロ、たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜ、ピッコロ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまんだから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。
ホガンの奴どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。ホガンの奴どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。もう一つくれ。特にま。楽しそうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。あれ、ごはんのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ごはん。どうした、ごはん。ママ言った。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え？おめ変わってんな。勉強を教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。いやでも、もうブルマちゃん。オラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。よし、そんなもんで。やっ、ふいん。お魚焼いて食べようよ。おっと、父の用事済まさねえとな。さて、魚焼くかな。おっと、行き過ぎちまったか。おめえ、そういえばお父さん、
そろそろ、うち、よし、うん、じゃ、行くぞ、金丹よーい。よっしゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。オラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてないと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みたいだな。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。楽しみだね、お父さん。こいつは、あん時は…よーれ、サンキュー、うん、それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。うわー、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃ、じいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどんな人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけんど、オラの一番の親友で
ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。ソン、悟空。あら、オラの悟空さんに、ソン悟空。よし、修行。はい、うん、どう、あの子は。おお、何じゃ。ショウ、何？さあ、そうね。おっす。うん。どうは、うん、ちょっと腹減ってきちまったな。どう、よし。こいつは。それじゃ。役に立てたみてえだな。持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てえてやろうとすると怒んだ。あ、お父さん、あれなんだろう。まあ、なんだろうな。隕石じゃねえぞ。
やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、言ってみるか。孫悟空とは違う。ほう、手ごわそうな奴がいるな。孫悟空でないとしたら、一体。ほう、手ごわそうな奴がいるな。もう少し探ってみるか。あれは、鉄橋か。手ごわそうな奴がいるな。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。なんだこのパワーは。何かでは。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。やっとだ。やっとだ。やっとだ。つもりだ。何なんだこいつは。おめえなんか兄ちゃんでも何でもねえ。なんか帰れ。
聞いてなくなった。思い出せカカロット、サイヤ人の誇りよ。この星のやつらなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できるだろう。ふっ、私させねえぞ。うわっ、うわっ、うわっ、預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供は返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よしね。え？サンキュー。おい。あ、ヒント。最強コンビ、囚われのご飯を救え。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。
いつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。俺らがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あの村なんか店があるみてえだな。よう。え？おお。うん。あの。ありがとう。いいえ、うん、よし頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。どう？よし、うん、よし。こいつはで化石掘りしてとか言ってたな。ピッコロが修行に使ってそうな滝だな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。どう？え？うん。そ、うん。いいです。ナムんとこに持ってかねえとな。どうです？なん？うん、ありがとう。では。じゃあやってみっか。どうだ、どうだ。
ありが。サンキュー。ありが。全然変わんねえな。昔と同じですんげえやつだ。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。やるしか道はねえわけだ。ん？何？外しやがった貴様。ほらね、庶民のほど知らずとは。勝ってな。ただ強きゃいいってもんじゃねえか。こっちが作戦なんだ。聞いた。どんなことを抜かしやがって。おい、何でスピードだ。力なら仲間にするのはダメだ。ただの足手まといになりそうなんでな。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔弾光殺法。ふん、しつこいやつめ。貴
様だけだと。どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やめるつもりはねえ。ありゃお遊びはこれまでだ。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。チャンプをつかんだぞ。貴様、いつの間に。手貸したぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。
お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。そういだか、そういちこい、の、そうか、ま、ごく、ガキよ、そうか、貴様だが、このご飯とかいうガキは一年損後その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けない奴だ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たん奴はもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため、地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで、どうか。わざ、はい、よかろう。ただ、え、ところが、あ、こぼれ、あの、わ、先端、よし、わし、やっぱ、さいま、うん、ここ、よし、せわしな、よし、そんま、え、いや、いち、ま、な、ま、せい、恐れのじゃ、わしょ、お、さす、まかい、ま、さすでは、
いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが…悟空のやつは、仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題は、そんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで、俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。待って、怖いよ。置いてかないで。うわあ。お腹すいた。何か食べ物。誰かいないの？これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。
余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。ザコがいるようだな。今の島手間を取らせなって。さて、こいつ。なんだが、この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。調子がね、この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だ。
ろが君、世話焼かせやがって。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。
の。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいい。